日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市小島地域味の味のは岡山県倉敷市小島地域にある地区を呼び大技である。本校では同区域にかつて存在した小島群味の町についても述べる。現在の味の中学校区に相当する。大きく旧味の町だった地区と赤崎町だった地区に分かれ。 前者はむね味の小学校区、後者は赤崎小学校区に相当する。味の商店街を中心に市街地が広がり、小島地域の商業の中心地となる。また、JR 小島駅や旧下津井鉄道の小島駅があったため、小島地域の交通の拠点ともなった。近年は郊外型のロードサイド店が商業の中心となっており、 商店街などの中心市街地は衰退気味である。味の、味の上、味の城、味の城山、味の山田町、駅前の一部からなり、現在の味の小学校区に、ほぼ相当する。竜王さんの登録及び、東中腹に位置し、山麓の平地に海に面した市街地を形成している。江戸時代には、岡山藩の領分であった。記録史。 キビオンに記載があり、この頃すでに生塩業が盛んであった。その後も、野崎武左衛門によって、塩田開発が行われ、全国屈指の塩業地として名を馳せた。また、同時に、綿花栽培も盛んであった。味の上、味の城、味の城山、味の山田町はいずれも江戸時代当時は、味の村の山側に存在する枝村であった。 丘陵地や尾根伝いに集落が形成されていた。中世には豪族が城を構え、その子孫が土着した地といういわれがある。灌漑用水の多くは井戸や溜池に頼っていた。明治になると同31年に設立した味の宝石書などにより、急速に市街地化が進展した。古来からの綿畑を埋め、橋本町と呼ばれる商店街が誕生した。 さらに大正期には、下津井弁鉄道が開通し、鉄道駅が設置され、一層の市街化が進んだ。その後小島市を経て、現在の倉敷市となり、現在に至る。昭和63年には、瀬戸大橋とともに、JR 本市備山線が開通し、JR 小島駅が営業開始されたが、平成3年には、下津井電鉄が廃線となった。 小島駅周辺は、瀬戸大橋博覧会が開催され、その跡地は、整備されて、大型道路が敷かれた、新たな市街地を形成。ショッピングセンターなども立地した。その後、自動車社会の到来とともに、市街地の郊外化が進み、味の商店街などの中心市街地は衰退し、シャッター通り化などの課題が生まれた。赤崎、元浜町、厚。 小池、駅前の一部からなり、現在の赤崎小学校区に相当する江戸時代には、小島郡赤崎村を名乗り、枝村として、厚、小池があり、共に、キュビオンに記録がある。味の同様に古くから声援が盛んで、大規模な演伝が存在した。特に、厚には塩田が多く、一足先に声援業が発達した、ハリマ国の赤王の地からの移住者が、 当地の遠浅の浜辺を活用して、塩田を開いたとの伝説がある。それに関連して、アコ井戸という名の大井戸が現存している。当地には、富田屋という王将屋がおり、漢文年間にはすでに多くの塩田が開発され、戦国級の塩石船を十数隻所有し、交易が行われていた。また、後近代になっても厚には、塩田持ちの家が多かった。 明治になると、赤崎村と、小池村により、赤崎村を新設し、役場が、赤崎のあざふ札場に置かれた。大正期の下津井軽弁鉄道が開業すると、同地には、赤崎駅が設置された。その後、近代化とともに製塩業は衰退し、第二次代戦後には、ほとんどの塩田は廃業となった。廃た後は埋め立てられて、元浜町と名乗り味野から続く。 市街地が形成された。またこの地には、小島協定場が造成された。また、製塩業の衰えとともに、商業のほか近場の琴浦や小島で起こった、被覆系の中小工場も増えた。その後、赤崎町に改称し、味の町、小島市を経て、現行の倉敷市を新設し、現在に至る。近代は宅地化が進展し、新興住宅地が増え、 人口が増大した。また、昭和63年には、瀬戸大橋開通に伴い、道地内に小島インターチェンジが設定された。平成24年9月末現在、味の地前全域が、倉敷市立味の小学校区。赤崎地前全域が、倉敷市立赤崎小学校区。全域が、倉敷市立味の中学校区。ありがとうございます。